動画をご覧いただきましてありがとうございます。リサイドのゆうたです。今回の動画はゲストをお招きして、その方のお気に入りの株の紹介だったり、育てている環境を教えていただきました。そのゲストとはグリーラックスさんという方を今回お招きをしております。グリーラックスさんを知らない方もいらっしゃると思うので、私の方からも簡単に紹介をさせていただきます。グリーラックスさんは YouTube や植物の販売、ハウスなどを管理している方になります。また、インスタグラムでもとても人気のあるインスタグラマーとして活躍をしています。そんな素晴らしいグリーラックさん、グリーラックさんとコラボで YouTube で共演することができてとても嬉しく思います。今回はどんな話を聞くことができるのでしょうか。とても楽しみにしています。それでは早速見ていきましょう。どうぞ。はい、それでは早速ですね。グリーラックさんにお越しいただいております。まずはじめに簡単に自己紹介をしていただければと思います。グリーラックさん、自己紹介をよろしくお願いします。はい、それでは自己紹介をさせていただきます。グリーラックス、はい、皆さんこんにちは。グリーラックスのグリさんと申します。よろしくお願いいたします。私はですね、静岡県の焼津市にてアガベの育成及び販売をさせていただいております。基本的にはインスタグラムの DM およびライブの方で販売をさせていただいております。インスタグラムの DM にて事前にご予約をいただいた方にあってはハウスにて直接販売もさせていただいております。私の年齢にあっては非公開とさせていただきます。あとですね、私の趣味にあってはですね、ナイキがとても好きでして、スニーカーもめちゃめちゃ好きですので、ぜひ服やスニーカーマニアの方はぜひ植物に関係なくてもご連絡いただけると嬉しいです。あとですね、キャンプもたまにやりますので、いろいろなところに行ってキャンプやること好きですので、キャンプ好きの方もぜひご連絡お気軽にいただけたら嬉しいです。以上です。よろしくお願いいたします。グリーラックさん、自己紹介をありがとうございます。私も昔スポーツをしていたので、ナイキがとても好きでした。またアクティブにキャンプにも行かれているということで、私も興味があるので、またいろいろ教えてもらえたら嬉しいです。自己紹介をここまでありがとうございました。はい、続いてはですね、グリーラックさん、改めグリさんのお気に入りの株を紹介していただきたいと思います。販売もされているということなので、とても良い株もたくさんあると聞いております。ちょっと期待を上げすぎかもしれないですが、本当に良い株が揃っているので、とても私は楽しみにしていました。果たしてどんな株を紹介していただけるのでしょうか。とてもワクワクしています。それでは株の紹介をよろしくお願いします。はい、それではグリさんのお気に入りの株を紹介の方させていただきたいと思います。まず一株目ですね。こちら、ファルコンという株になります。今かなり水を吸って少し開き気味ではあるんですけれども、かなりボール状になる、ものすごくかっこいい株となります。最近日本にもちらほら入ってきているので、かなり高額な株にはなるんですけれども、マニアの方はぜひ販売されている方がいらっしゃいましたら手に入れてみてください。最高の一株だと思います。はい、二株目ですね。ゴジラになります。この株は結構名前聞いたことある方いらっしゃるかなと思います。もう名前がかっこいいですね。ゴジラ、名前にすでにいかつさがあるんですけれども、株自体もものすごく伸びがどんどん大きくいかつくなっていきます。で、まあ、この株に関しては樹形を整えるというよりかは、どんどん大きくしてどんどんいかつい伸びを出していくのがいいのかなと個人的には思っております。もうとにかくいかつさですね。伸びのいかつさ、大きさが特徴かなと思います。ゴジラです。3株目ですね。まあ、これはなんじゃこりゃってなっちゃうかもしれないですけど、グリーラックスで名前の方を付けさせていただきました。チドリという株になります。こちらもかなり水を吸って葉数の方増えてきました。かなりかっこいい株かなと思います。まあ、特徴としましてはトップスピンがかなり長くて、このトップの横あたりもこのあたりですね、結構特徴がある個体なのかなと思います。まあ、現状はバランスよくまとまりがありまして、かっこいい株となります。今後あの小株もまあ、少しずつにはなってしまいますけども、リリースしていけたらと思いますので、ぜひご興味ある方はご注目の方よろしくお願いいたします。はい、それではラスト4株目ですね。烈焔で入荷している株にはなるんですけども、烈焔知っている方、見たことある方はおそらくえってなるとは思うんですけれども、とても烈焔匂いにつかない顔をしております。
まあ、どちらかといえばシーザーや強襲バエ、クルイザシウバエのようなちょっとシワが入ったりかなりいかつい乃木挙手をしている株になるかなと思います。その入荷時があの列園ということだったので、そのまま列園というタグを付けさせてこちらで管理をさせていただいてるんですけれども、これはこれで、まあ、名前とは、まあ、列園とはちょっと違うのかなとは思うんですけれども、ものすごくいかつくて個人的にとても気に入っている個体となります。まあ、乃木のいかつさ、あとちょっとシワシワ感とか、トータル的にバランスも今取れていて、綺麗に下葉も枯れていて、オールド感も楽しめる一株なのかなと思います。はい、コレクション株のお気に入りの株ですねのご紹介は以上となります。よろしくお願いします。はい、ここまで素敵な株の紹介をありがとうございました。紹介していただいた株の中で一番気になったのは千鳥という株。こちら挙手も鋭くてとてもかっこいいなと思いました。私もお株が欲しいなと思っています。またグリさんにお願いしてみようかなと思います。皆さんはどの株がかっこよかったですか？もし気になる株があったらコメント欄でコメントしていただけると嬉しいです。続いてはグリさんが利用しているお気に入りの薬剤の紹介をしていただきたいと思います。薬剤っていろんな種類があったりとか、場合によっては薬害が出てしまって困ることもあると思います。その中でグリさんはどういった薬剤を使ってうまいこと株を管理しているのでしょうか？とても気になる内容だと思います。グリさん、どんな薬剤を使っているか教えていただけますか？はい、それではお気に入りの薬剤を紹介していきます。今回はですね、殺虫ということで、赤部によくつくアザミウマや貝殻虫に効くであろう薬剤をご紹介していきたいと思います。実際にうちで使用している薬剤ですね、希釈して使うものを2つ、ちょっとごめんなさい、日焼けで全然見えないんですけれども、こちらはグレーシアという薬剤になります。グレーシア、もう一つがですね、トランスフォームという薬剤になります。でなぜ2つ薬剤使っているかと言いますと、アザミウマとも1個の薬剤ですと、まあ、慣れてしまうと薬剤使っても虫がついてしまうことがあるということで、一応2種類をですね交互に使い分けて散布の方しております。最近ですね、一番やっているアザミウマ撃退方法がですね、これ結構使ってる方は多いと思うんですけども、オルトラン、まあ、粒状の薬剤ですね。こちらを、まあ、基本的には土の上に撒いたり、あと土に混ぜ込んだりして使われる方が多いと思うんですけれども、見栄えは本当に悪くなってしまうんですけれども、もうアザミ入ってしまった株の成長点にこちらの粒状のオルトランをそのまま直掛けしています。最近は直掛けしてもう上から水をかけてます。見栄えはもちろんすごい悪くなってしまうんですけれども、まあ、効果は割とあるのかなと思います。まあ、薬剤どうなの、この前あのインスタグラムの方でポストもさせていただいたんですけれども、まあ、薬剤今のところは出てないです。同じようなやり方でやってる方もいらっしゃったんですけれども、 BB で薬剤出てよっていう方いらっしゃいました。 BB 割とあの他の薬剤使っても薬剤出ること多いのかなっていうイメージなので、一応薬剤使う際には薄めて使うものに関しては濃くしすぎず使用の方お願いします。またあのオルトランの方に関してはあのすいません、こちらでは一応被害は出てないんですけれども、出てしまうかもしれません。一応自己責任で、もしチャレンジしてみたい方は試してみてください。薬剤の紹介は以上です。よろしくお願いします。クリさん、薬剤の紹介をありがとうございました。やはりオルトランを使っている方も多いの中、グリさんもオルトランを使っていました。確かに使い方を間違えると薬害が出てしまうので、使い方には注意していきたいと思います。とても参考になるお話でした。グリさん、ここまでありがとうございます。はい、それでは続いてのセクションに移りたいと思います。続いてはグリさんのお気に入りの道具や鉢についてお気に入りのポイントをご紹介していただきたいと思います。鉢や道具もいろんなものがあるので、何を選べばいいかわからない方もいると思います。そんな中、グリさんの紹介するものを参考にしてみたいと思います。グリさん、ご紹介いただけますか？はい、それではお気に入りの道具を紹介していきたいと思います。まず鉢ですね。鉢、もうこれはあの皆さん使われているものだとは思うんですけれども、5号サイズからになってしまうんですけれども、菊鉢です。まあ値段もリーズナブルですし、まあ、ステッカーを貼ったりできますし、まあ、白ペンでしたらなんかあの文字書いたりとかできますね。で穴もたくさん開いていて、水はけもとてもいい鉢になります。こちらも皆さん使ってますね。いいと思います。はい、次ですね、こちら、プランツグリードさんの 3D プリンターの鉢になります。
もう見た目もとてもかっこよくて、アガベにもマッチするかなと思います。で、見た目だけではなくて機能性もものすごくいいです。まずすごく軽いで、強度もあります。で、見ていただくと分かると思うんですけれども、細かく穴と、あとこういうところですね、あとこの後ろも開いているんですけれども、水はけがものすごくいいです。アガベにとても合った鉢なのではないかなと思います。で、最後ですね、グリラックスのプラ鉢、もう普通のプラ鉢、穴4つ開いていて、まあ、水はけはまあ普通なんですけれども、これは白のインクで印字されていまして、もう一個ゴールドのものがあります。今あの2色ありますんで、グリラックスのプラ鉢、こちらをいつでもご案内できますんで、欲しい方は言ってください。まあ、大きさは 3.55 くらいですね。今回は鉢ですね、使っている鉢のご紹介をさせていただきました。以上です。よろしくお願いいたします。はい、グリさん、鉢などの紹介をしていただいてありがとうございます。菊鉢の紹介もしていただいておりましたが、やはり汎用性も高く、とても便利なプラ鉢かなと思います。またグリさんのロゴのデザインが入ったプラ鉢もとても可愛くていいなと思いました。欲しい方はぜひグリさんにコンタクトを取ってみてください。素敵な鉢の紹介をしていただいてありがとうございました。続いてご紹介いただきたいのは、グリさんはどんな環境で植物を育てているのかを教えていただければと思います。同じ地域に住んでいる方は特に気になると思います。参考になる話も多いかと思いますので、ぜひいろんな話をしていただければ嬉しいです。グリさん、環境について教えていただけますか？はい、それでは育成環境についてお話の方させていただきたいと思います。冒頭でもお話の方させていただいたんですけれども、こちらはですね、静岡県焼津市となります。他の県に比べて比較的暖かい気候なのではないかなと思います。冬も、雪は降らないです。まあ、風花がごく稀に舞うかなぐらいの本当に暖かい県になります。うちでの管理はですね、今こちらはハウス内になります。ほとんどがハウス内管理で、あとは地植えですね。地植えゾーンがありますので、地面に穴を掘って鉢管理していた株をそのまま抜いてズボッと埋めて、いつも使っている用土を隙間に入れて地植え株は育成の方しています。で、地植え大丈夫なのっていうお話結構いただくんですけれども、今のところは大丈夫です。越冬している株ももう半分ぐらいはありますし、で、今年これから越冬する株もあるんですけれども、今のところは例外はそんなに出てないです。風通しがすごくあるので、おそらく地面は結構常に湿ってるかなっていう形なんですけれども、ハウス管理の株に比べて、まあ、葉の色味ですとかいかつさ、あと樹形、成長スピードは、トータルで見て地植え株の方が圧倒的にいいですね。ハウス管理の方が光量が足りてないかなっていう形はあるんですけれども、地植え株の方がかっこよく今のところは育ってるのかなと思います。ハウス管理に関しては、僕の育成不足っていうところはどうしてもあるかと思うんですけれども、地植えとハウスの株の比較も一緒にできております。鉢管理ですね、使っている用土なんですけれども、今はもういろいろな方がいろいろな配合をされているので、まあ、正直どれが正解で、どの株にこれが合ってるっていうのは、まあ、試していかないと正直わからないっていうところはあると思うんですけれども、うちでは赤玉と軽石を、まあ、メインで作成の方をしております。で、今これは鹿沼が少し入っているんですけれども、まあ、今後はちょっと鹿沼抜いてもいいのかなと思ってます。それで、あとクンタンですね、クンタンを少し混ぜ込んで、あとは防虫ということでオルタランを混ぜ込んでおります。うちの配合に関してはこんな感じですね。もっとこうした方がいいよ、これおすすめだよっていう配合とか使っている用途等ありましたら、ぜひ教えていただけたら嬉しいです。私も育成下手なので、いろいろな方の参考にしながら試行錯誤しています。育成環境に関しては以上です。よろしくお願いします。温度に関してなんですけれども、毎日毎日測っているわけではないんですけれども、だいたい10度、日中10度くらいで、寒くなって0度、マイナスはそんなに、行ったり行かなかったりかなと、ものすごく冷え込むっていうことは少ないかなと思います。で、ハウス内に関しては、15から20度ぐらいはありますね。比較的、日中はハウス内はかなり暖かい状態になりますので、アガベに関してはベストな環境なのかなと思います。で、水やりに関してなんですけれども、水やりに関してはですね、ものすごく僕適当なので、
アガベが水欲しそうだなって思ったらあげてます。鉢持って鉢の中の水が抜けて、まあ、カラカラだな軽いなって思って水をあげる時もありますし、まあ、あの株の状態を見てあそろそろあげ時だなっていう形であげています。まあ、全体にバーッと水をかけてしまう時もありますけども、具体的にまあ1週間に1回あげるとか2週間に1回あげるとかそういう決めはしていないです。感覚的な形になってしまうので、あじゃあ今日株の状態を見て、じゃあ今日この株あげようかな、今日やめとこうかな、あとはあの天気とかですね、天気とか温度とかを見て今日やめとこうかなとか、そういう形でちょっと決めていますので、細かくは、決めてないです。あと風通しに関してなんですけれども、まあ、あのハウス内の株に関しましては、両サイドオープンにできるので、風通しはバッチリです。地植え株に関してももう外に置いてあるの でこちらはですね海にかなり近いところでの育成になるので風は常にある程度ある状態です。ですので風通しに関しては全く問題ない状態で育成の方できているかなと思います。よくあのハウスに遊びに来てくれる方に言われるんですけれども、海に近いということで潮風とか塩害は大丈夫ですかっていうことを結構言われるんですけれども、まあ、今のところ塩害出てるなっていうことはないです。まあ、どれが塩害なのかっていうのはちょっとわからないんですけれども、あの潮風浴びて株がダメになったっていうことは今までは特にないので、ちょっと気になっている方は、参考にしてみてください。はい、グリさん、とても参考になる育成環境のお話をしていただいてありがとうございます。同じような地域に住んでいる方にとってはとても役に立った話になったのではないでしょうか。私も参考になるとこもたくさんあって今後の育成に生かしていきたいと思います。グリさん、改めてありがとうございました。はい、グリさん、ここまでためになる話をたくさんしていただいてありがとうございました。ここからはですね、この YouTube を通してグリさんの活動に対して伝えたいことがあればお話をしていただけたら嬉しいです。グリさん、何か伝えたいことはありますか？はい、それでは告知をさせていただきます。告知といっても、まあ、大したことは特別近いうちにやることはないので、だいたい毎月インスタライブで販売の方させていただいてますので、ライブがついてたりインスタで告知があった際にはぜひ見るだけでも構いませんので遊びに来ていただけると嬉しいです。お近くの方は一度ハウスに遊びに来ていただいてアガベ見るだけでも嬉しいですので、アガベ見ながらあのコーヒー飲みながらダラダラ喋っていただけたら嬉しいです。あとはですね、こちらのグリラックスのプラバチですね、 3.55 バチになります。こちら白とゴールドありますんで、欲しい方はぜひ DM でお問い合わせしてみてください。あとは今年はですね、いろいろな方とコラボ等していけたら嬉しいなと思ってます。コラボですね、何でもウェルカムです。まあ、あの物によってはもしかしたらできないっていうものはあるかもしれないんですけれども、今回このように広瀬さんにあのお声の方をいただいて、YouTube の方コラボさせていただきました。本当にありがとうございます。このようにですね、どんどんあのコラボのお話いただけたら幸いです。 YouTube のコラボ並びに Instagram でライブ配信一緒にしたいよだとか、一緒に販売したいよとか、まあ、全然関係ないですけど、あのアパレルで服一緒に出したいよとか、グッズ一緒に作りたいよ、鉢一緒に作りたいよとか、もう何でもウェルカムです。一緒に作りたいものとかやりたいものとかやってみたいこととか何でもかんでもあのありましたら、ぜひお気軽にご連絡いただけたら嬉しいです。インスタグラムグリーラックスでよろしくお願いします。グリーラックスでよろしくお願いいたします。以上です。よろしくお願いします。グリさん、ここまでいろいろお話をしていただいてありがとうございます。グリさんはとてもアクティブな方なので、気になった方はぜひ直接コンタクトを取ってみてください。とても素敵な方です。またグリーラックスという言葉も耳に残る言葉で、とても素敵な言葉だなと思いました。本当にここまでお話をしていただいてどうもありがとうございました。それではグリさん、最後にこの動画を見ていただいている視聴者さんの方にメッセージを一言残していただけたら嬉しいです。グリさん、メッセージをお願いします。はい。それでは最後にですね、視聴者の皆様へメッセージということで、まずはご視聴いただき誠にありがとうございました。広瀬さん、この度はコラボのお話いただきありがとうございました。緊張してなかなかうまく喋れなかったと思いますが、広瀬さんの編集でなんとかうまいことをつないでいただけましたでしょうか。お手数おかけしました。視聴者の皆様にはですね、一つだけお伝えしたいと言いますか、いつも自分が大事にしていることですね。
直感を大事にしております。皆様にも直感を大切にしていただけたら嬉しいなと思います。今ですね、赤部ものすごく高くなってしまっています。お値段や名前、これいいなって直感的に思った植物に手を出してみるのもとても大事なことかなと思いますので、ぜひ直感大事にしていただけたら嬉しいです。今後もですね、緑で癒しをお届けしていきます。グリラックスでした。以上です。ありがとうございました。クリさん、最後に素敵な言葉を残していただいて本当にありがとうございます。直感、皆さんも知っている言葉で、意識はしたことがあるけれども、なかなか実行にできるっていうのは難しいのではないでしょうか。ぜひグリさんの言葉を心に留めて、今後の植物育成だったり日常生活にも活かせてもらえたらとても嬉しいです。皆様もここまで視聴いただいてありがとうございました。もしこの動画が良かったなとか参考になったなという方は、動画の高評価、チャンネル登録、ベルマークの設定をよろしくお願いします。またコメント欄で広瀬やグリさんにメッセージをいただけるととても嬉しいです。今後もこのようにコラボの動画を撮っていきたいと思いますので、ぜひ楽しみにしててください。それではまた次の動画でお会いしましょう。またね、バイバイ。最後までご視聴いただきありがとうございました。共感いただけましたらチャンネル登録やコメントをお願いいたします。それではまた次の動画でお会いしましょうね。